途中から 1.4 こういったのもハイブリッドならではの年代になりますので、こういったところもぜひ注目してみてください。もう一つのモード GTE モードになります。操作を得られるんですね。まずエンジンパワーも最大限、そしてモーターも最大出力と、両方のパワーを惜しみなく使うことによってかなり力強い走りが体感できます。ぜひこちらもチャンスがあればということで、Eモビリティラストの特徴をアピールしているポイントになっております。ではそのハイラインを採用しています。でもこちらの GTE は Eモビリティを表す青いラインを入れているんですね。でも僕が注目していただきたいのは外観だけではなく、実は走りそのものになります。ではカメラさん、どうぞ車の内側に移動をお願いします。フォルクスワーゲン、ゴルフ、GT はまず3つのキャラクターを持っています。 EV、そして HV、そしてさらに GTI を持っているのが GT のホットハッチ。ではまず1つずついきましょう。こちらシフトレバーの左側の E モードボタン、こちら走行中いつでも結構です。押していただくとまず E モード、こちらの E モードは電気を使ったモーターのみで走行するモードになります。バッテリーが満充電されていれば最大航行距離50キロ、そして DSG と呼ばれる6速のミッションを採用していますので、どん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 シフトアップしていただければ最高速度130キロまでモーターのみで出すことができます。130キロ、かなり力強いパワーですね。でもその E モードスイッチ、もう一度押していただくと次の HV モードに切り替わります。こちらの HV モードは通常のハイブリッドモードになるんですけれども、スタートはモーターで走り出し、途中から 1.4L TSI エンジンがかかります。ただかかるだけではなく、常に燃費効率を考えながら車の方が最適な調整をしてくれます。ただ走るだけではなく、そこで発生するエネルギー、実は減速時、そして下り坂を下っている時はどんどん回生していくんですね。回生することによってどんどん充電していって航続距離を伸ばすことができます。そちらのエネルギーの流れをすぐに見て分かるのがこちらのモニターパワーディスプレイになります。パワーディスプレイではメーター、左ハンドルがエネルギーを回生している状態、そしてアクセルを踏んでいくとメーターが右側に触れて出力状態を表しているメーターになります。こういったのもハイブリッドならではの年代になりますので、こういったところもぜひ注目してみてください。そして僕が何より注目していただきたいのがもう一つのモード GTE モードになります。こちらシフトレバーの左上 GTE というスイッチを押していただくと、なんと GTI に匹敵するようなパワフルさを得られるんですね。
まずエンジンパワーも最大限、そしてモーターも最大出力と、両方のパワーを惜しみなく使うことによってかなり力強い走りが体感できます。ぜひこちらもチャンスがあれば皆様も試乗していただけると。